はい、皆さんどうもこんちはこんちはでございます、今日はですね、今ちょうどね卸し、地からね3軒終わりまして、今からねちょっと滋賀県こちらは彦根市なんですが、彦根市から京都市内の方へね、帰っていくルートでございまして、まあ、今これ県道、滋賀県道25号線通称さざ波街道ですね、はい、をちょっと経由してね今日は帰っていきたいと思います。で、関西の、ね、近畿圏にお住まいの方はよくご存知だと思うんですが、真横にはねちょっと琵琶湖が広がっております。はい、ちょうどね今東近江市、に入りましたね。はい、隣の町でございます。で、まあね琵琶湖が広がっておりまして、右手に今日は天気もいいんで、のどかなねちょっと田園風景と、琵琶湖をねちょっと眼下から見える琵琶湖をね、楽しんでいただけたらなとちょっと思って、動画の撮影に入りました。まあねもう今から下道でこのままのんびり帰るんで、まあ約、2時間ちょっとの行程にはなるんですけども、70キロぐらいかな会場まで、の工程にはなるんですけども、まあね、拙い喋りで、大変お聞き苦しいかもわかんないんですが、風景で、ね、しっかり撮って、なかなか極力僕のトークは減らしつつ、風景をねメインで見ていただけたらいいかなと思うんで、あまり喋りはちょっと控えめにして、動画の方をね撮っていきたいと思います。ね、土曜日ということでこう。バイクのツーリングの人とかね、自転車サイクリングの方も割と多いですね。まあ、この辺はもうねツーリングとかそういう、サイクリングのメッカ的なところではあるんで、関西でも、はい、眺めがねやっぱりいいんで、こう自転車とかバイクとかでもね、僕も以前ねちょっと琵琶湖沿いは走ったことあるんですけど、やっぱり気持ちいいんでね、こう天気がいいとね休みの日とね、走りたくなる気持ちはね非常によくわかります。はい、ということで、ね、ちょっと田園風景見ていただけたらなと思いますね。この多分ね両サイドの茶色いこの畑はこれ多分小麦なのかな、見た感じちょっとお米っぽくはないんですけど小麦かな、なんか先端が小麦っぽい感じがするんですけど気のせいかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい。はい、小麦っぽい感じのちょっと畑が、小麦畑というかそういうのが見えましたね。はい、右手にはねちょっと琵琶湖が広がっております。はい、なかなかちょっとね照明映像ではちょっと映りにくいかなと思うんで、ちょいちょい右サイドの、風景もねちょっと交えて入れていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと悪いのですいません、揺れてますがご了承ください。ああいい天気やな、いいな、楽しそうやな、自転車もね。混まないところがちょっと混んだりとかで、プチ渋滞してる。いつもスムーズに行くのにな。やっぱり土曜日はなかなか行かないね。
線日野川大当たりは、右手に見えますでしょうか、琵琶湖が広がっております。自転車の多いこと多いことね、ね、もちろんサイクリングねあれなんですけど、ちょっとね、こちらドライバーとしては慎重にね、帰っていきたいとは思うんですけどね。とりあえず、ね、安全運転、京都市内に、ね、向かっていきたいと思いますけどね。まあまあね、道がちょっとやっぱり細いんでね、結構4トン大型がもうやっぱり走っちゃうと、もうね、この追い越し禁止のオレンジのレーンから速道側のこの白線まで結構目いっぱいね場所使っちゃうんでね、パツンパツンになります。はい、なので対向でちょっとかわしていく時とかもね、結構最初慣れるまでねちょっと怖かったですけどね、ここ今となってはねだいぶ免疫がついてきて、まあまあかわせるようにはなったんですけど、やっぱ最初の頃とかは結構こうもう左にね寄っちゃう傾向があったんで、どうしてもね怖くて、ね、細道なんで気をつけていきたいと思います。はい、ということで、安市に変わっていきます。はい、安まで来たということは、もうあと草津大津で、滋賀は終わりということ、あととりあえず西2丁ね、またいでね、京都の方でね行くんですけどね、安もすごい、なんていうの、 JR のね、東海道線かはね、新快速でも止まっちゃいしますよね。違うかな、止まるかな安確か止まるような気がしたんですけど、間違ってたらごめんなさい。はい、教えてください、間違ってたら。はい、よろしくお願いします。で、まあまあ今安の方まで行きまして、ね、ずっとこっちも、はい、ね、広がっておりますけどね、こういいっすよね、この琵琶湖とこの奥の山、これは比叡山かな、比叡山になるのかな、比叡山、比叡山か、やっぱこのずらーっとこう連なる山々ね、この連峰というか、この、比叡山になんのかね、滋賀県いっぱい山ありますけど、比叡山になるのかな、それとももう一つの名前出てこないなんだっけ、ね、スキ、冬になったスキー場で有名なところ、出てこない名所が、湖北の、湖北の方面の、名前、そう、伊吹、伊吹山、伊吹山系、そう、伊吹、伊吹連峰というか、ね、そういう伊吹、伊吹山の関連の山々がね、なのかなと思ったのも勝手にちょっと思ってたんですけど、なんか、滋賀といえばその2つの山のイメージが強いので、ちょっと言ってみたんですけど、滋賀県にお住まいの方、そう、滋賀県に詳しい方、この見える山々は何という山なんでしょうか、ぜひ、コメントでご質問お待ちしております。ちょっとまた教えてやってください、よろしくお願いします。ちょっと何分知識がないのですいません。はい、ということで、どんぶらこと進んでいきます。結構ね、やっぱり自分がこう知ってるようで知らないことってなんか世の中いっぱいたくさんあるんでね、なんかまあ、この、ね、トラック協会のお仕事のことももちろんですけど、ね、前回の動画でもご質問させていただいたり、ね、なんかこのおにぎりの、ね、簡単具材みたいなのを、ね、教えてくださいって言ったら結構たくさん、ね、教えてくださる方もいらっしゃってありがたいと思って、はい、なんて言うんでしょう、今後は、ね、こういう逆質問スタイルというか、皆さんに逆にちょっとお聞きして、なんかいろいろ僕に知恵をつけてやってもらえたら嬉しいなと、勝手に思うんですけど、はい、まあ教えてくださいね、ちょっと山々詳しい方、山に詳しい方、滋賀県に詳しい方、ぜひお待ちしております。
まあ今ちょっとね右手こちら、まあ、琵琶湖のすぐ横のこの湖岸というかこの浜辺じゃないですけど、今日キャンプの方もやっぱ多いですね。テント張ってはる人もたくさんいらっしゃってね、今見てたらば、うん、まあ、いいでしょうね。最高の景色がね拝めて、こうね、あのまた一般の日常とは違う生活というかね、あの違う空間が楽しめるますからね、キャンプでね、うん、朝日とかまたあの朝焼けがいいんでしょうね、これね。また明るくなってきた時にこうね、この琵琶湖の湖岸をと山々を見ながら、こうなんて言うんでしょうね、いっぱいコーヒー飲んだりとかね、ちょっとラーメン食べたりとかね、なんかいいですよね。そういう映画浮かぶからやっぱキャンプって面白いですよね。僕もアウトドア好きなんですけど、いいなと思いますね。今日は土曜日ですから、まあ、帰ってね、今日はあのアルコール解禁の日でございますから、たらふく飲んで帰りたいと、たらふく飲んで帰りたいって言ったらダメあの帰ってからね、たらふく飲んでね、はい、今日は酔いたいなと思います。って言ってて森山入りました、はい、ありがとうございます。戻ってきましたね。横はピエリ森山ですね、ショッピングホールかな、はい、まだまだ南下していきます。西か、西方面に向かうかな、はい、普段ねこの辺混まないんですけど、やっぱ混みよんな、やっぱな、土日土日土曜日になるとな、買い物来るよね、晩飯前やしね、